はい、まあ優秀選手と時と同じですけど、まあ本当に嬉しいです。はい、上田綺世選手です。そうですね、まあ僕自身動き出しのところが、自分の特徴だと思ってて、まあその部分で本当にすごい動き出しが上手くて、まあ得点感覚っていうところもすごく、すごいなっていうふうに思って目指している選手です。はい、感覚の去年のキャプテンだった、まあ、ファジアの岡山にいる本山遥選手と試合できるのはすごい楽しみです。まあ、絶対負けたくない相手なので、今からまだまだ未熟ですけれども、成長した姿を見せれるように頑張りたいなっていうふうに思います。